なんと繊細な神々の像でしょうか。すべてもちろん雪でできています。こちらは大通公園の、西7丁目かなにあります HBC 広場なんですけれども、こちらは雪でできました。宮殿であります。和人気宮殿という実際の宮殿モデルにして作られているんです。本当に精巧に作られていますよね。見事だなと思います。この雪のない札幌でよく作られたと思います。札幌もようやく雪がたくさん降りまして、このように木々に雪がついております。そしてこの仏像を見学しようということで、こんな風に大胆な雪山が作られております。ここに登っていくとちょっと目の高さで雪像が見られるということなんですね。もともとこういうために作られたのかはちょっとよくわかりませんけれども、こんな感じです。朝早いこともあってまだ人影まばらなんですが、やっぱりこれね、新型肺炎の影響もあるんではないかなと思います。割と好き好きの札幌雪まつりからお送りしました。